人間の本質っていうのは愛し合いたいと思ってます。だからこそ愛し合えない、愛を止めた瞬間に地獄は待ってるんですね。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、男女関係の基本の基本、向かい合っていきましょうよっていうお話をします。向かい合う？そうです、私たちは向かい合って直接お話をする、パートナーと。その代わりに、まあいいんじゃないの、きっとそうよね、で済ますんです。パートナーっていうのはあなたと全然違う人なんですよね。今まででも勉強していただいたように、相補性の法則っていうふうに言うんですけれども、自分と全く違うがゆえに魅力を感じるんです。お金がない人はお金持ちに魅力を感じる、頭の悪い人は頭がいい人に魅力を感じる、運動音痴の人は運動神経がいい人、自分にないものを持っている人に人は魅力を感じるんですよね。ところがこの違いが魅力になりますが、違いがゆえに喧嘩にもなるわけです。ですから判断と言われる、きっとこうよねっていうのが一番パートナーシップがうまくいかない理由になります。そして今日はもう超リアルな、ブラックで憂鬱なお話の例え話から、向き合わなかったがゆえにどうなっちゃったかというお話を聞いてください。昔々、そうですよね、もう10年以上前にもなりますか、私どもは感情の処理を深い深いワークショップ、5日間のワークショップっていうのを毎年ゴールデンウィークと夏にしてるんですけれども、そのワークショップにですね、本当にレアでひどい体験をなさった方が来られたんですね。3年間彼氏と同棲をしていらっしゃいました。当然3年も同棲すると、そろそろ結婚じゃないのとか、そろそろプロポーズされるんじゃないかななんて思いますよね。そして彼女が5日間実家に帰ってきた途端、悲劇がスタートしたんです。なんと彼の荷物が全部なくなっており、テーブルに、もう君とはやっていけない、探さないでくださいって手紙が置いてあった。どうでしょう皆さん、この手紙1枚で探さずに折れますか？少なくともそんな人はこの動画を見てませんよね。どういうことよ。あなたもそうのように、彼女も大変で、ありとあらゆるところを探し回って彼と向き合います。そして分かったことは、なんと彼の引っ越し先は、彼が買ったですよ、家、マンションだった。すいません、マンション買えますか？ですぐマンションは買えませんよね。つまり半年、まあ1年近く前から彼は彼女との関係がもう終わりなんだなって思ってたということです。そしてもう私は騙された、裏切られたという経験をした2週間後に、私どもの5日間の深い癒しを目的としたワークショップがあるわけです。当然私どもは愛とか教えますからね。この状況で愛のワークショップに皆さんが来たとしたら、彼女も皆さんもこんな感じになると思いませんか？愛がなんぼのもんやねん。あなたが関西地方以外の人でも関西弁になってしまいますよね。売りや売りや売りや、そんなものでごまかされたら愛で腹が膨れんのかい。もう思わず舌も巻いちゃいますよね。もう超悪いタイプ。私どものワークショップはグループというものを作りまして、まあ8人10人で一つのグループを作るんですけれども、そんなにトゲトゲした彼女の周りにみんなはなかなか近づけないわけです。すごく気を使うというよりも、もう目も合わせられない。
そして彼女は、そうよそうよ、あの男もお前らも私に寄り付きもせんわみたいな態度で、4日目のセミナーの時にとある女性が彼女に向かい合ったんです。この時点で勇気があると思いますよね。なかなか自慢じゃないけど、この私でも目はそらすタイプですよ。なかなか向かい合います。ちょっと1年ぐらい前から彼の態度はおかしかったはずよ。急に別れましょうっていうことはなかったでしょ。こんなことを偉そうに言われたら、言われたあなたはこうなると思いませんか。あんたなんぼのもんやねん。あんたに言われる筋合いはないわ。ところが彼女は、その彼女よりも2枚も3枚も上手だったんですね。私さ、1800万彼に騙されたことがあるのよね。私の場合の話だけどさ、なんか変だわね、なんかおかしいと思ってたけど、認めたくなんかは全くなかったのよ。だって疑っちゃったら、夢にまで見た結婚はおじゃんだし、私の場合はそうだったんだけど、あんたもそうじゃないの。彼との結婚で人生の今までの全部をチャラにしようと思ってたんじゃないの。まさしく全部彼女の言う通りだったんです。うるさい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 みたいな話になりますよね。彼と向き合ってちゃんと話をすることが怖かったんでしょう。おっしゃる通りだったんです。なんかおかしいな、なんか変だなと思ったんだけど、なわけないよねって向き合う勇気を彼女は持ちませんでした。でもうすうす怖かったんです。彼と向き合うというよりも、彼と別れるという可能性を全く見たくなかったんですよね。そして1800万彼女がこう言ったんです。こんな私を愛してくれた男、こんな私をって思ってなかった。思ってたわ。もう二度と愛なんて信じないって思ってるんでしょ。でもさ、今日あなたの態度は、私3年ほどさ、そんなトゲトゲとした生き方をしてきたんだけど、本当にどうせ私は最低の女でしょっていうふうに一人ぼっちで生きてきたんだけど、彼を恨み自分を呪い最悪よ。少なくともあなたには私の経験した3年間を、私と同じ期間地獄を見る必要はないと思うわ。どういうことよ。今日グループのみんなはあなたと本当につながりたいと思ってるの。何よそれ。嘘をつくのはやめて、ごまかすのはやめてほしいのよ。彼とごまかした関係であったように。どういうことよ。真実があなたを癒すのよ。何よそれ。私に本音で喋ってほしい。何よ。一言でいいから、あなたの感情を私に伝えてほしいのよ。何。私の目を見て辛いって言ってくれるだけでいいのよ。目が泳ぎますよね。別にって生きてきたわけですから。私はその一言を言えずに本当に地獄だったのよ。グループのみんなも
もし自分があなたと同じ体験だったらどれぐらい辛いかってバカじゃないからわかる。その感情を癒して、その感情であなたとつながりたいのよ。グループのみんなを見てごらんよって彼女が言ったら、グループのみんなはみんな彼女を見て泣いてたんです。そしてその涙を見て彼女は思わず泣き始めました。そうよそうよ、強がってごまかすよりも私たちとその本当の一つの感情でつながりましょうよって、そのグループは彼女と一緒にみんなでワンワン泣いちゃったんですね。で、これが4日目の夜に起こったことで、5日目、皆さんもそうだと思いますけど、彼が帰ってきたら幸せになれる、7億円の宝くじが当たったら幸せになる、いきなりこんにちは真実の王子様ですで白馬に乗ってやってきたら幸せになれると、外側があなたを幸せに変えてくれると思ってますよね。ところが5日目の朝、彼女はとっても気分が良かったんです。もちろん彼が帰ってきたわけではないですけど、こんな気づきがあったんです。私は彼のあの手紙をもらった2週間ほど前から地獄がスタートしたけど、彼は少なくとも1年間私にどう言おうと思って針のむしろだっただろうな。はあ、彼もつらかっただろうなって思えたんです。癒されてない時っていうのはそんなことは思いませんよね。こんなひどい目にあってあいつは、まさか彼もこんな目にあっている。そして彼女はこう思ったんです。勇気がいっただろうな、どれぐらい私は能天気で、どれぐらい私は彼に依存してたんだ、彼がそんなに苦しんでいて、1年間苦しんでようやく私にこれだけ苦しんだからっていう勇気が出たのかな、別にあなたを苦しめたいわけじゃなかったのに。そして縁がなかったのかな。でもたった一日でこう思えたんです。彼も幸せになってくれたらいいな。皆さん、これはあなたにも起こりうる話なんです。彼とちゃんと向かい合う、彼に話しかけやすい、あなたは雰囲気ですか。ひどいことを言ったら傷つくかんね、愛のない話をしたらもう本当に一生恨んじゃうからね、私めっちゃ打たれ弱いからねっていう態度になっていませんか。人っていうのは人を愛したいんです。彼がなんで1年間も苦しんだか、それはあなたを愛せないということに関してこんなに苦しんだんです。人間の本質っていうのは愛し合いたいと思ってます。だからこそ愛し合えない、愛を止めた瞬間に地獄は待ってるんですね。でもお互いがもうちょっと思い合うことができることで、この地獄からあなたたちは解消することができる。あなたが依存という立場で彼に愛してもらうっていうのが当たり前だって、彼は彼じゃないイコールパートナーって言うんですけれども、お互いがお互いを愛し合い、そして愛しやすい、あなたは態度をとってますか。そしてそのためには彼を依存的なもの、それを受け入れてあげたり、今度はあなたの依存を受け入れてもらったり、相互に依存し合える関係こそがイコールパートナー、対等な関係性だと言われています。ひどい文句をあなたはパートナーに言われやすいほど打たれ強さがありますか。本当に向き合えるカップルこそが最強のカップルです。
今日のお話はあなたのお役に立ちましたか？もしよかったらグッドボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。